徳型警備車は日本の警察が装備している装甲車の公式な装備名称である。都道府県警察本部の機動隊に配備されている。連合国軍占領下の日本では一度は戦前に編成されていた警備隊が全廃されたものの、その後は警視庁予備隊に代表されるように集団警備力の再行が進んでおり、独立回復後には全国で 機動隊の設置も開始された。これらの部隊は、新中軍から供与された、フォード製 CMP シリーズの砲兵トラクターや、日本軍の95式系戦車や97式中戦車などを改造した放水車や装甲車を使用していた。しかしこれらの車両は、1960年代に入る頃には老朽化が激しく、更新用の新型車両が必要とされた。このことから、 70年安保闘争を控えて開発されたのが特型警備車であった。これに応じて製作されたのが回マイナス3型であり、コマンドカート、通称された。これは三菱自動車 W80 型トラックのシャシーに防弾鋼板製の車体を乗せたものであった。このようにボンネットトラックをもとに鉄板で覆ったような構造であることから、 車両前面がまるで犬の顔のように飛び出している。フロントガラスは厚さ32ミリで、また必要に応じて防護板で覆うこともできた。防護板を閉じた場合、上部にあるペリスコープを覗きながら運転することになる。乗車定員は14名。車体は厚さ6ミリの防弾後半で構成されており、長段を避けるために多面傾斜形状で構成されている。 ボートによじ登られないよう、車体側面の突起物も極力排されており、運転席への乗降の際には取り外し式のはしごを使用する。また車体下に潜り込まれないよう、側面下端は挙手状になっている。足回りの防弾のため、前輪には後半のホイールカバーを、また後輪部にはタイヤカバーをつけるが、このカバーはネジで止める脱着式であった。 車体には四方に向けて二箇所ずつの銃眼が用意された。車体上には放水砲を備えた砲塔があり、水槽容量は1500リットルであった。このほか50ワットの拡声器と100ワットの投光機も備えていた。本型は1970年頃に12両が生産されて東京、千葉、愛知、大阪の機動隊に配備された。 特に警視庁の車両は1972年の浅間山荘事件で出動し、散弾銃やライフル銃の銃撃を受けつつ、放水や隊員輸送に活躍した。しかし一方で、ベースが二輪駆動トラックであった上に、テーブルへの潜り込み防止のためグランドクリアランスも最低限とされたことから、賛同など、不正地の走破能力の限界が教訓となり、 下記の回マイナス7型の開発につながった。回マイナス3型は老朽化に伴って順次に廃止されていき、警視庁から栃木県警察に移籍したものが最後の一両となった。これは浅間山荘事件で出動した車両で、側面には事件の際の断痕が残っている。 三菱銀行人質事件の際に展開した海マイナス7型蒸気の経緯から、機動力を重視した特型警備車として、開発されたのが海マイナス7型である。トラック用のコンポーネントを流用しているが、駆動方式は四輪駆動となり、瓦礫やバリケードを乗り越えられるようになった。また、水深1メートル程度なら、塗装可能であり、これに備えて排気口は、 車体後方上部に設けられた。このような不正地投波能力を確認するため、開発時には自衛隊の演習場で走行テストが行われた。車体には初めてモノコック構造を採用して、床下にも防弾鋼板を施すことで、従来の警備車で欠けていた、車体底部の爆発物への高弾性も獲得した。車体上部には一人用の放水銃刀を搭載。 車内レイアウトも前方が運転席、中央が乗員室、そして後部に機関室という戦車と同じ配置を採用した。ただし悪路走破性を重視して開発されたために、車内容積が小さく、回3と比べて人員や物資の積載性で劣っていたことから、平時の運用性は低く、生産数は回3型よりも少なかった。 PV-2 型特型警備車警視庁、第3機動隊の所属車両ルーフ部の走行板を展開している蒸気のように開発、配備された特型警備車も老朽化が進み、また自動車排出ガス規制に適合できない面も出てきたことから更新が図られることになった。まず三菱不走、ザ・クレートをベースに放水砲を備えた PV-1 が開発されたものの、 大型で機動性に劣り、生産数は少なく、警視庁と大阪などに配備が確認されたのみとなっている。続いて、同社のキャンターをベースにした PV-2 が開発され、こちらは広く配備された。製造は、同グループで自衛隊向けの走行戦闘車両を多く、手がけてきた三菱重工業が担当している。車体上には、従来の放水法に変えて、 防弾板を備えた銃座が配置された。この防弾板には目標を確認するための防弾ガラス窓と銃口を出すための銃眼が付されており、360度全方向に対応できるよう、銃座の周囲を旋回させることができる。箱型の車体の両側面と後部ドアにも視察窓と銃眼が設置されている。車内からの操作により、 フロントガラス下部に内蔵された走行板がせり上がり、フロントガラスを完全に覆う機能が設置されている。走行板には十字スリット状の細長い狙い未行が開口されており、走行板展開時には車体前方上部に内蔵された TB カメラを使用してモニター画面を確認しながら運転を行うことが可能である。車内には運転席と助手席に加えて、 後部に6名の計8名が着座できる。密閉された作りのため、後部にはエアコンと換気扇も設置された。ベースとなるキャンターのモデルチェンジもあって、PV-2 型もマイナーチェンジを重ねており、4台目からは側面にもドアが設けられた。爆破テロ現場での救助活動のために、東京消防庁の消防救助機動部隊にも同車をベースにした車両がある。なお、 同じくキャンターをベースにしつつ、フロントガラスの防弾板とルーフ上の銃座を省いて、小型化したような設計の装甲車として、特型遊撃車も開発、配備されている。重機対策警備車の後部ドアから、校舎展開するサット単位重機対策警備車は、三菱扶荘、スーパーグレートの除雪車用車シ,シを使用した、大型防弾装甲車であり、主に特殊部隊が使用する。 二軸六輪の車両で、箱型の垂直面で構成された車体の、両側面には、銃眼が3個ずつ設置されており、観音開きの後部ドアにも銃眼が2個設置されている。フロント部の出っ張りには、家屋の解体などに使われるグラップルが収納されており、突入に際して使用する可能性が指摘されている。車両上部にも、防弾立てを兼ねた、開閉式の扉を装備する。 重機対策警備車は警察庁の公開映像や各種訓練などに姿を表しており、北海道警察、千葉県警察、警視庁、神奈川県警察、愛知県警察、大阪府警察、福岡県警察、沖縄県警察への配備が確認されている。この他にも創作作品で警察の走行車が描写されている場合、特に 特型警備車と明記されなくとも実在の特型警備車をモデルとした、あるいはほぼそのままの外観の車両が描写されている例は多い。ありがとうございます。